ハンダ市地区路線バスハンダ中央線専用車。ハンダ市地区路線バスは、愛知県ハンダ市が、千下乗り合いに委託し運行している、コミュニティバス。愛称は、ゴンクル及び、ゴンキ吉くンバス。2001年7月20日から2002年12月27日まで、公共施設巡回バスという名称で千下乗り合いに、運行を委託して、試験運行したものの、利用が芳しくなく運行終了した。 運行車両は、下乗り合いの中型バスを使用し、運賃は一乗車あたり200円となっていた。後に2015年度から、半田市地域公共交通会議が断続的に開かれ、2018年3月30日に策定された、半田市地域公共交通網形成計画に基づき、半田市内で下乗り合いが運行する路線6本を2本に、統廃合し、これによって発生する、 路線バス空白地帯を解消する目的で、ハンダ市が下のリアに委託する形で、コミュニティバスを運行することとなり、同年10月1日から運行を開始した。2020年4月1日に、亀崎、夕脇線のルート変更を中心としたダイヤ改正が行われた。この改正により、亀崎、夕脇線は、大塚地区、平地地区を通る区間が追加された一方で、 夕脇地区の中心部を通っていた区間が廃止され、夕脇小学校区内は、市営緑が丘住宅の手前で折り返すルートのみとなった。また、改正前には、おおむね1時間間隔で運行されていた青山、成岩線は、改正後は、運転間隔が一定でなくなったため、半田中央線や、北乗り合いのハンダ、床滑線との接続は悪化している。使用車両は一度は使用の日の、 ポンチョで、土休日や年末年始も含めて、毎日、同一のダイヤで運行している。通常使われる車両には、ニ見ミ南吉の作品をモチーフとしたラッピングが施されている。車席上は、下乗り合いの車両となっており、検査などで使用できない場合は、下乗り合いの中型バスが代車として使用される。単一運賃ながら、整理券方式の小払い制を採用し、 乗客の動向調査を可能とした。他の路線への乗り継ぎは、降車時に運転手へ申告して、乗り継ぎ券を受け取り、乗り継ぎ先のバスを降車する際に、乗り継ぎ券を運賃と共に投入する。また、北乗り合いの半田北部線と、半田・常ト線とも同様の手順で相互に、乗り継ぎが可能だが、半田・常ト線の常コ市内の各停留所との乗り継ぎでは、乗り継ぎ券は使えず、 個別に生産する必要がある。2020年10月1日から、半田中央線を保管する、矢鍋商船、ゴン吉くんバスの運行を開始した。使用車両は、トヨタハイエースで、側面にステッカーが貼られている。運行日は平日のみで、土日曜と12月31日から1月3日までは運休する。曜日によって経路が異なり、月水、金曜は、 アピタ・アグイテンを経由するアピタルート、日、木曜はパワードームハンダを経由するパワードームルートとなっている。運賃は他の路線と同じ一乗車100円だが、この路線のみ、前払い制で他線との乗り継ぎ割引はない。回数券も専用のものが用意されている。車内に降車ボタンがないため、降車バス停が近づいたら運転手に降車を申告する必要がある。 ふとじは、乗り継ぎできるバス停障害者、未就学児は無料、小学生は半額。チタ乗り合いでは、マナコや、トカなどの IC カード乗車券を導入していないため、コンクル及び、ゴンキチクンバスでも一切使用できない。コンクルでは、車内でチタ乗り合いの金額組み合わせ式回数券を販売しており、使用も可能。ありがとうございます。